今回のグッド地球便は愛知県とロサンゼルスをつないでみたいと思います。行ってみましょう。海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先はアメリカ西海岸大都市ロサンゼルス。夢を求め多くのアーティストが集まるこの街にギター一本で勝負する日本人がいます。得意とするのは50年代そのファッションとともに大流行したロカビリーミュージック。本場で成功したい、その思いだけでロスへ渡りました。しかし自分のギターじゃ飯が食えんっていう事実を部屋の中でひたすら考えて、もう殺伐としたもう野良猫みたいな感じですね。誰にも懐かない。ヒット曲が出ないまま12年、未だに食うや食わずの生活を続ける息子に父は、そうなんですよね、問題はね、本当に一流になればねいいんですけど、そんな人は本当に一握りですよ。それに命がけで今までやってきたんで、こうなかなか方向転換と言われても何にも思いつかないですね。何としてでもギター一本で生きていく、揺るがぬ決意の息子に届いた両親の思いとは。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。こんにちは、グッド地球の山口です。どうも、はい、ご苦労様です。ありがとうございます。お世話になります。今日はお願いします。はい、お願いします。息子さんの栄太郎さんが、はい、アメリカのロサンゼルスで、ギタリストをやってらっしゃるということですけども。そうです。日本にいらっしゃる時からギタリストをなさってたんですか？そうです。それもじゃあプロとして？いや、まあ、プロ半プロですけどね。お仕事しながら、はい、でもそれで本格的にもっとやってみようということで、うん、アメリカにっていうことだったんです。そうです、はい、そのアメリカ行きっていうことに対しては、うん、お父さんお母さんどのように感じてらっしゃったんですか？もう親としてはですね、うん、ちゃんとした職業についてっていうのはね、はあ、思うんですけれども、もう好きで好きでね、本人がだいたいそういう性格ですからね。もう自分が子だと決めたら、はい、親が何言ってもダメですね。今どうですか、こう気になることとか心配な点っていうのは？やっぱり収入のことが一番気になりますね、はい、それによって生活が変わってくるので、はい、うん、やっぱりそれが一番苦になるし心配事です。こうコンスタンスに仕事があればね、はい、もう心配しないんですけどね。そもそも仕事があるのかどうかっていうこととか。そうそうそう、はい、分かりました。じゃあ見てみましょうかね。はい、はい、お願いします。行きましょう。栄太郎さん LA です。ロサンゼルスでギタリストとして奮闘する栄太郎さんへ両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ9000キロ、11時間。ロサンゼルスから車で6時間。この日ラスベガスでライブがあるという栄太郎さんを訪ねます。あ、ライブ行われていたのは、今回で19回目を迎える世界最大のロカビリーフェスティバル、ビバラスベガス。フィフティーズといわれる1950年代のクラシックカーや衣装を身にまとった人たちが全米から一堂に会する大イベント。中でも目玉となるのは50組近いバンドが参加するロカビリーライブで、大御所ブライアン・セッツァーも登場し、会場は熱気にあふれています。すごいですね。それっぽい人はいますね、やっぱり。ロカビリーな人がたくさんいます。早速、待ち合わせをしていた栄太郎さんの元へ。栄太郎さんですか？はい。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。ようこそ、ラスベガスへ。ウトチクビと申します。野中栄太郎です。よろしくお願いします。栄太郎さん、今から？そうです。ここの部屋でこのバンドの次ですね。じゃあ、他のバンドの皆さんは？もうぼちぼち集まってくるかと思われます。そうなんですね、はい、会場のダンスホールにメンバーが集まってきました。栄太郎さんはこのロカビリーバンドでメインギターを務めています。すごい。1曲目は栄太郎さんが作曲したナンバー。あ、オリジナルね。おー、
栄太郎さんは現在2つのバンドに所属し、不定期に行われるライブやイベントに出演しています。彼が得意とするのはロカビリー。50年代に流行した音楽でダンスミュージックとしても親しまれています。Shut your eyes, you don't know the difference. We're going to have to tie him up in the house and not let him go so he can stay with us.栄太郎さんが活動の拠点にしているのはカリフォルニア州ロサンゼルス。その中でもノースハリウッドと呼ばれるエリアは絵画、映像、音楽などジャンルを問わず様々なアート活動が盛んな街で、大勢の若者たちが明日の成功を信じてここに集まってきます。渡米以来12年間住み続けているという栄太郎さんのアパートを訪ねました。おはようございます。おはようございます。あれ、起きらっしゃいました。はい、あ、すっかり目覚めて眩しいですね。こちらが我が家です。というか巣です。12年ですね。まあ、お気に入りでいらっしゃるという。そうですね、まあ狭いですけど一人で暮らす分には全然問題ないですね。ギターがたくさん置かれていらっしゃいますよ。あ、まあ使ってるとどんどん消耗していくところもありますので、そういうところを直したりしなきゃいけないんですけど、なかなか稼ぎが足らないとギターの面倒も見てやれなくて、ちょっと俺の楽器には辛い思いをさしてるかもしれないですね。髪の毛とかもそうです。え、自分で？もう過去こっちに来てからずっと自分で切ってますね。お袋がもともと床屋さんだったんですよ。で、お袋が使ってたハサミくれて、でも俺いつも髪切るときはすきバサミ一発でここで突っ裸になってガーッと切ってシャワー浴びるっていうパターンです。高校時代ロカビリーミュージシャンブライアン・セッターに憧れてバンド活動を始めた栄太郎さん。卒業後一旦は就職しましたが、ミュージシャンへの夢立ちがたく退職。アルバイトをしながらバンド活動を続けました。しかし結局日本でのメジャーデビューは叶いませんでした。まあアメリカの音楽が好きで、アメリカの音楽するんだったらやっぱり本物を見て、本物の場所で空気でっていう欲求はありました。ずっと楽器で勝負したかったっていうのが一番ですね。26歳の時ギター一本を担いで渡米。以来さまざまなバンドに参加して地道にライブ活動を続けてきました。しかし未だにビッグヒットには恵まれず、38歳になった今もギリギリの生活が続いています。自分のうだつの上がらなさと自分のギターじゃ飯が食えんっていう事実を部屋の中でひたすら考えてふてくされてたわけですね。まあ、そういう時期がまあ長かったですね。いつか自分の作った音楽で観客を沸かせたい、それが栄太郎さんの夢です。ライブがない平日の昼間は散歩をして過ごすことが多いそうです。ここに長居したくなる理由は、まあなるべくふてくされないように、ふてくされないように、なんか楽しいことを考えて考えながらふてくされないように、ね、そう。この昼間の間でもなんかちょっと仕事を見つけてっていうか、いうようなことは考えたりは、演奏の仕事は
定期的なものがなくって、ひどいやつだと明日空いてるかとかそういうのもあるんで、なかなか探せないんですけど、もっと俺も上手に気持ちをコントロールできれば、そうやってスイッチを変えて、はい仕事、はい音楽ってできるかもしれないですけど、何分何か違うことやってるとそっちのことが気になっちゃって、まあそういうことが俺の場合はよくあるので、なるべく音楽のことばっかり考えてたいなと。日本を飛び出し12年、音楽一本で生きていきたい、その思いだけは変わりません。こうネームタイトルカラーですね。そうですね、2002ですからね14年越しですよまあでも日本の車は丈夫で健康ですよ。夜、栄太郎さんが出かけました。夜、栄太郎さんがやってきたのは日本人が経営する工務店。バンドでのライブ活動以外にギター教室を開いており、大事な生活の糧になっています。3杯の頭がアップです。すごい。で、また人差し指一緒。生徒はロス在住の日本人。皆栄太郎さんを応援するファンばかりです。レッスン後はここで食事をご馳走になることも多く、精神面でも経済面でも助けられているといいます。あったかい感じいいでしょ。そんな本当彼はもっと前世界に出ていかなきゃいけないと思って、もうみんなでこうもっと頑張れ頑張れっていうので、結構お尻叩かないと動かない人なんでなんかコミュニケーションベタみたいな、まあとにかくいいものでみんなが聞きたいと思えるものを作れば見てくれるんじゃないかっていう、ただもうそこの一点ですね大勢の人たちに支えられている栄太郎さんですが、さらに大きな支えとなっている人がいます。3年前から交際しているユキさん、ロサンゼルスでグラフィックデザイナーとして活動しており、週の半分は栄太郎さんの家で過ごすそうです。いただきます。7時半に着いて。彼女と出会って全然変わりましたね。もう本当に一人でいる時期が長くて、殺伐としたただのロックンロールの暮らしをしてたんですけど、これからの音楽の暮らしとちょっと一緒に考えていきたいと思ってます。一緒にいたら多分すぐ共倒れってことはないと思うんで実は今栄太郎さんがずっと続けてきたことが実を結ぼうとしています。これが手製の新しいバンドの譜面たちです。あ、最近になってやっとどっかにギアが入ってこう駆動し始めた感じですね。今晩の新しいバンドもそうですけど、なんか楽しみがすごい増えてきてますね。長年の夢だった自分のバンドを結成した栄太郎さん、この日そのバンドの初めてのライブが行われるのです。新バンドドラゴンジャイブ、栄太郎さんが尊敬するミュージシャンに声をかけ集めました。メンバーはグラミー賞受賞歴もあるドラマーバーニー・ドレセルをはじめ大物ばかり。栄太郎さんの熱意と人柄に動かされ、このバンドが誕生したのです。今日はこれまで作りためてきた曲を演奏します。栄太郎さんの新しいバンドの初ライブ、これまで作りためてきた曲を演奏します。
very much. ロスに渡って12年、ほんの小さなライブハウスでのスタートですが、自ら夢を抱き作った曲を最高のメンバーで演奏できる日がようやく訪れたのです。そしてライブ終盤、and bounds since moving to the United States, I think. Now, we all get better as time goes. Now, after, how long has he lived here now? 4 years? I don't know. 12 years now. 12! Over the 12 years that he's lived here, he's really has his own voice now. 人生の大きな転機を迎えた栄太郎さん。日本のお父さんは40歳を目前に控えた息子の将来をずっと心配しています。将来どうすんのか、どうすんのか、ちょっと考えてほしいと、おお、親父がいうようなあのことも実はおっしゃられてはいました。あ、そうですよね、いい年ですからね。いや、安心はさせられないですね。別に新しいバンドができただけで仕事が決まったわけじゃないですから。ただただ音楽を続けさせてほしいです。栄太郎さんの LA でのお姿ご覧になってお父さんいかがでしたか。初めて見ました、あれが泣くの、息子さんの栄太郎さんの涙を、はいはいはい、ああやって全面出てきてってこうってやることはあんまりなかったんですから、はい、はい、かっこいいですね。それにやっぱりあの彼女ができたいのは嬉しいですね。 ありがたいの一言ですね。もうなんかね、助けてくださることがいっぱいあるみたいで、可愛いですしね。可愛いですね。今見たんですけどね。そうですよね。はい。すごく一番近くで今支えてる方なんですね。そうですね。結構こう思い悩まれる方なのかなっていうふうに僕も思ったんですけども、なんか自分のやってらっしゃることにね。時々電話かかってきましたよ、愚痴を。あ、そうですか。はい、お父さんそれ電話では、電話の向こうの栄太郎さんに何とおっしゃるんですか、そういう電話かかってきた時は。何年ぐらい前だったかな、もう帰ってこいって言ってもいましたよ俺。あ、おっしゃったんですか。もう嫌、なら嫌なら帰ってこいと、もう帰ってこいって言ったんですけどね。はい、いや帰る気はないっていう。そう、その場で言ってみたい。帰る気はないって言われて。帰る気はないんやと。はい、ただちょっと愚痴聞いてほしいです。そんな感じですよね。気持ちはもう日本で出た時からずっと変わらない、ブレないですね。あ、それはなんか、いいような悪いような、なんかね、なんか褒めてやりたい気持ちもあるんですけど、やっぱり心配なことは心配ですね、親として。わかりました。じゃあ、 あのこの後お届け物、はいはい、させていただいて、どこ引き続きご覧いただきます。はい、行ってみましょう。
栄太郎さん LA です。もう一度グッと。12年前ギター1本を抱えてロスアンゼルスに渡ってきた栄太郎さん。これからも音楽で生きていく決意の栄太郎さんに日本の両親から届け物です。お父さんお母さんから栄太郎さんにお届け物でございます。こちらです。ありがとうございます。そして開けていいですか。ロスアンゼルスに渡り12年、これからも音楽で生きていく決意の栄太郎さんに日本の両親から届け物です。お父さんお母さんから栄太郎さんにお届け物でございます。こちらです。ありがとうございます。開けていいですか。おお、これ T シャツですねT シャツと靴下と。ありがとう。これもこれですね。一緒のやつですね。分かってらっしゃる。アーガイルの靴下ですよこれが親子の絆ですね届け物は日本製の T シャツとアーガイル柄の靴下。たくさんあっても困らないだろうとお父さんが選びました。日本にいる頃から栄太郎さんがずっと気に入って身につけていたものです。あのやってこいと言われてるような気がしますね。やりますよ。頑張ることだけは約束できるから。親父もおふくろも今まで通り仲良しで元気なままで、あんまりこういうことを面と向かって話したことないんで、今回こういうきっかけいただいて、今度会った時にいろいろとまた話をしてみたいなと思います。選択しなくてもいけるかもしれないですね、こんだけあったらT シャツ靴下と、はい、ねえ、あれっていうのはもう多分喜ぶだろうなと思ってびっくりするんじゃないかなと思って、だけどまあね、本人あんなこと言ってますし、もう頑張れっていうほかないですね。そんな簡単じゃないもんねまあね、これまでの12年間の物語になってますからね、なんかうまくいってほしいなと思いますね。そうですね、はい、次回のお届け先はカナダ。ここにメイクアップアーティストを目指す日本人がいます。母の反対を押し切り、アルバイトで貯めた500万円を携え日本を飛び出した彼女。メイク学校の卒業を間近に控え、悩みながら人生を模索する娘に両親が届ける思いとは。この番組はパワーウィズハート関西電力の提供でお送りしました。まあ、と思いますよね。